150km 往復 300km、 それが空波取りの日帰りツーのおおよその限界距離である。今回空波取りが選んだターゲットは、おはようございます。空波取りです。今日久しぶりにですねツーリングに行こうと思ってます。久々にちょっと、まあ、自分にとっては長めの距離走ってるんで、まあ、それに合わせてね、バッチリ、セルフメンテ整備を、しておきましたので、まあ、問題なく、走ってこれるんじゃないかなと思いますが、できるだけ安全運転で、行っていきたいと思います。じゃあ行ってきまーす。行ってこい。まだですね時刻は、7時半ですね。まだちょっと前の大阪さんの方は、朝もやがかかってますね。これ今日はですね天気が、ま、曇り時々晴れみたいな、予報なんですよね。で、ま、ちょっと雨の確率はですねほとんどないので、まあ降らないかなと、まあ、期待してるんですけどね、まあ、ちょっと実は今日明日と連休なんですよ。でどっちで行こうか迷ったんですけど、今日の方がですねどちらかというと天気は、良いという予報でしたので、まあ今日、行くことにしました。今回のですね目標は、本州最南端、潮岬です。まあ本州最南端とかね潮岬とかちょっと、オーバーに言いますけど、まあ、自分住んでるとこも紀伊半島の真ん中ぐらいですからね、まあ、近いっていうのは近いんですよ。まあ、大体片道そうですね150キロ、ぐらいだと思います。まあ、まあ、一部ですね、まあ、尾鷲あたりまではですね高速を、使いたいと思います。まあ、今高速がですね結構伸びてて、一旦はですね熊野まで行けるんですけど、まあ、矢野川峠はですねやっぱり走っておきたいので、まあ、高速はですねとりあえず尾鷲で、降りる計画です。これが伊勢道ですね。伊勢道の、松坂インター、ここから乗ってきます。Z 線はですね、まあ、トリッカーや、まあ、YBR ね 125cc なんで高速道路乗れないんですけど、まあ、トリッカーにはね ETC ついてないんですよね。まあ ETC ついてたとしても、まあ、トリッカーで高速乗りたいとは思わないんですけどね。まあ、この Z 線はですね、自分で、ETC の方を、つけてありますので、まあ、問題なく、ETC も開きますから、いつも確認しているので、まあ、ツーリングもね高速使ったツーリングも、比較的楽々に行けますので、まあ快適ですね。ではこちら高速道路、左側に入ってですね、伊勢方面、の方に走っていきます。この伊勢道路ね、オービスが1個も確かないんですよ。伊勢道は1個もないはずです。なんで、ね、みんなすんげー飛ばすんですよこれ早いでしょ。これ僕今自分もこれどうですか、今100キロ弱ぐらいの走ってるはずなんですけどね、すごい勢いで伸ばされていきますからね。もうただね覆面パとかがですね、まあ、この時間帯は走ってないと思いますけど、まあ、朝の8時過ぎぐらいからですね、昼、過ぎぐらいまで本当危ないので、副パトにはですねくれぐれも注意してくださいね。ちょっと僕も抜いちゃいましょうかね。早いな、これどんどん来ますね。まあ大型ですのでね、 Z 線は、135馬力だったかな、あります。まあ車重も200キロちょっとしかないので、まあ、アクセル、ガツに開けるとですね、大爆発を起こします。
ものすごい加速です。爆発するんだな。それにリミッターもないんですよこのバイク、逆車ですので、まあ、もちろんね僕出したことないですよそんな、誤解のないように言っておきますけど、外国人の方がこのバイクを、ぶっ飛ばしている画像とか見るとですね、だいたい270キロ、弱ぐらいまで、ね、なんか出てますね、恐ろしいことです。日本の高速道路はね、だいたいせいぜい、80キロから、100キロが制限時速なんで、そんなに、出る必要は全く、ないんですけどね。ただ、大型はやっぱり、ツーリングはね本当に楽です。本当に楽ですよ。乗ってる方もしくは乗ったことがある方は分かると思うんですけど、本当にねもうオートマ状態です。高速道路はね、6速でずっとオートマなのは、400にしても、変わらないと思います。250も変わらないと思うんですけど、上りとかね峠道とか、山道走るときなんかも、ほとんどシフトいらないっていうぐらいに、てか飛ばしすぎだろう、早すぎるって、早いよ。ですね、まさかインターの次がですね、清和滝、こちらはですね一応もう昔はインターチェンジだったんですけど、今ジャンクションになってて、昔は南紀に向かう場合はですねここで、高速は終了だったですね。僕は初めて南紀に来た頃は高速はここまででした。でここからはですねひたすら、国道の42号線、これを走って南紀まで行くというですね、もう地獄のですねもうラリーのような、耐久レースのようなですね、そんな、道だったんですけど、幸いですね今高速が伸びてます。で、一部尾鷲で、分断されてるんですけども、熊野まで、高速できちゃうので本当にそれはね楽になりましたね。でさらにまた、新宮、和歌山の新宮から、那智勝浦こちらまでも、高速伸びてるんで本当に、南紀は、走りやすくなりましたね。昔から比べたら本当嘘みたいですね。ただね、この規制道も一車線なんですよね。そこがちょっとネックですね。一時こう道路をなんか作るのが悪だみたいな、こう暴動が頻繁に行われてた時ありますよね。あれねナンセンスだと思うんですよ。都会に僕もね東京に住んでましたから、住んでた頃はなんでそんな誰も住んでない田舎に道通して建設業者喜ばせてバカだねよっていうふうに思ってたんですよね。でもねあれね間違いです。本当に、日本国内はですねまだまだ本当に道路が必要なところっていうのねあるんですよ。なんで本当にその道路が必要かどうかっていうのは、結局のところですね、都会の人が判断しちゃダメですね。そこに住んでる人に判断してもらう、ようにしないとダメだと思います。この道が、ないと実際、松坂の清和滝からですね、南紀に行く道は国道の42号しかないんですよ。1本しかないんですよ。しかもですね海沿いを走ってるところがありますから、津波とかで壊滅したらもう物資絶対運べないですからね。でもさっきからトンネルばっかりだと思うんですけど、この道路はですね本当にトンネルばっかりなんですよ。で、どうしても海側を通すと結局同じことじゃないですか。津波でやられる、地震でねやられてしまうん でどうしても山寄りを、走りますから、山寄りを走るイコール、トンネル、が、必要になりますよね。でトンネルだらけなんですねこの規制と。でも今度はですねトンネルだらけにするイコール建設費が、高くなるっていうのは自明の理ですね。そこのあたりが悩みどころではあるんですよね。で結局その折半、その折衷案というか、落としどころは作るけれども片側一車線の高速道路と、
いう風な、形で落ち着いたんじゃないですかね。これ抜かしちゃいますね。まあ、トラック一回、減速したトラックはね、もう絶対再加速ではバイクには勝てませんのでね、絶対にあの前には出れますね。まあ、こういうね、トンネルが、まあ、多いんですよね、この規制度はというかトンネルだらけと言っても、過言ではないです。まあ、ですので運転、車特に四輪の方ね、眠たくなりますね。眠たくならないように、していただいた方が、何か対策取っていただかないとね、危ないですよ。で、この二坂トンネルをですね、越えますと、紀伊長島の、市街が見えてきます。尾鷲っていうところは皆さんご存知ですかね。まあ、日本一、よく僕ら、まあ、学生時代、日本一雨の多いところはどこでしょうっていう問題で、答えがこの三重県尾鷲市、だったはずです。まあ、今知りません、すいません、全然勉強してないんで。まあ、その近くに入ってきますね。やっぱりここの辺はいつもね、まあ、天気が、悪いというのは、まあ、デフォルトですよね。まあ、仕方がないな。まあ、でもね、また抜けて、まあ、新宮とか、那智勝浦の方に行って、晴れてればいいんですけどね、ちょっとそこが今日は、心配なところです。まあ、一応雨具は持ってきてるんですけど、まあ、雨具使うツーリングは嫌だな。ちょっとね、そこだけ本当に、心配ですね。で、先ほど ETC のゲートをくぐりましたけど、あの、都会に住んでる方はちょっと信じられないかもしれないんですが、あそこまでが有料区間なんですよね。で、こっから先ずっと無料区間です。本当に助かってます。本当にこれ命の道なんですよ。まあ、こちらに住んでる方ですね、救急搬送で大きな病院行くって言っても松坂市とか津市に行くしかないんですね。で、昔の国道42号くねくねうねうね曲がりながらですね、行ってたらもう助かるもんも助からないですよね。で、本当にこの道は命の道です。で、作っていただいた、方、本当にありがとうございます。で、全国の日本の、国民の皆さん、血税を使っていただいてですね、こんな田舎に作っていただきましたけども、本当に助かってます。本当に、ありがとうございます。本当にこれはですね、命の道です。で、災害がもし起きた時、津波が起きた時のですね、この道がたくさんの、人の命を、救うことになると思います。で、本当にこの道、作っていただいた方、またお金を使っていただいた方、本当にありがとうございますと、まあ、地元の人間をですね、代弁して、申し上げておきたいなと思います。本当にありがとうございます。はい、尾鷲に到着しました。一旦ね、ここで高速は途切れます。で、尾鷲市内を走ってですね、尾鷲の町を出たところからまた高速が、復活してるんですけども、まあ、今回は、高速はそこからは乗らないです。こっからは下道を、走っていきたいと思います。まあ、矢の川峠っていう結構面白いくねくね道もあるので、まあ、せっかくバイクでツーリングに来た方はですね、まあ、ぜひここからは高速ではなくて、国道42号を、走って行っていただけるとですね、本当に楽しいと思いますので、ぜひね、まあ、高速走ってもトンネルばっかりですから何も景色見えませんのでね、ぜひ、まあ、尾鷲からはね、ツーリングの方、限定になりますけども、国道を走って行っていただけると楽しいツーリングになるんじゃないかなと思います。